これからお世話になっている17ライブの交流会に行ってきます。入り口間違えちゃったんだけど、これ怖い、これ系のエレベーターは本当にダメ、怖いよ、高所恐怖症、あーモスク、よかった、場所間違えちゃって俺が悪いね。あった、ほら急に行かない、こんにちは、はい、ユビットです。あ、こんにちは、お世話になってます。こんにちは、めちゃくちゃ綺麗ですね。あ、綺麗になりました、変わりました、だいぶ。すげえ、びっくりした。で、相変わらず素晴らしい接待、嬉しい。これ持って帰りたいな。すげえ可愛い、これ。さあ、本日交流会ということで、認知症ライバーの方にうまいか。結構シビアな今日はお題ですよ。これ美味しそう。テーブルでローテーションして移ります。クイズ大会来ましたけども、優勝したところは3000分のギフトカード人数分だって。制限時間3分です。わかんない、あ、みんな行き、これ、これまたじゃんけん大会なんじゃないの。正解は、はい、素晴らしい。これ何、じゃんけんなの、またこれ、これじゃんけんしてくださいね、これじゃんけん、またじゃんけんする。では代表者さん1名ご起立お願いします。勝ちました、最初はグッじゃんけん、いや大事、いいね、いいね、いいね、最初はグッチョキ出してたんですよ。大坪さんサックスプレイヤー、ありがとうございます。サックス奏者です。サックスまだちゃんと聞いたことがない。あ、もうぜひいつかいらしてください。ライブはやってますね、コンサートライブ、はい、なんかそういう機会があります。ライブないね、はい、ありがとうございます。さあ、交流会終わりました。お土産いただきました。東京交流会限定のグッズです。交流会、東京交流会限定グッズ入ってる、これか、これだ、やった、かわいい、これ、いや面白かったです。皆さんにまた会えてすごく嬉しかったです。てか喉治ったからね、配信頑張りたいと思います。飲みかけのドリンク、なんか来ないうちにいろんな施設ができてるのね、これ。 Google ピクセル、あそこで配信できるのかな。ただいまライブ配信中で、なんで今回してるかっていうと、もうすぐね YouTube がね3万人になるんですよ。今29,976人で、あとどれくらい計算ができなかった。29977、今29977だから、あと23人、お、あと22人、あと10人で YouTube の登録者様が、あと9人、あと4人だ。 Ubit TV チャンネル登録者様3万人突破まであと4人、あと1、はい、3万人突破しました、やったー。 YouTube チャンネル登録者3万人突破しました、ありがとうございました。ワンセブンライブの中で、皆さんに祝ってもらいました。ありがとうございます。これで10万人目指して今後とも頑張りますので、ワンセブンライブともに YouTube もよろしくお願いいたします。はい、前失礼いたします。あら、来たー、ありがとうございます。はい、広島直送、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。お次は何かな、エビのプリプリ焼きだと。あ、牡蠣なくなっちゃった。チキショプリプリ焼きです。このポン酢はマジでうまい、このまま飲める、本当に、うん、うまいよ。広島といえば特攻ですが、ガンスでヤンス、うわー、きたー、うどん特攻だぞ。うどん美味しいよ、食べ応えがあるよ、イエーイ。春菊と豆苗のしゃぶしゃぶサラダ、はい、しゃぶしゃぶサラダ来ました。ごまだれいただきましょうか。映画ファン全水の、
地元中井館のマスターと奥様、いつもありがとうございます。こちらこそ。子供の頃からお世話になってます。ミネストローネ、うまそうだね。いただきます。フランキュランキュ、いただきます。今ね、お年卒業する生徒ちゃんたちの卒業ライブに来てんだよ。1年って早いね。卒業おめでとう。おめでとうちゃん。ポンジュル定食だぞ。ごちそうさん。味不便もあるぞ。卵って食べるんだぞ。いただきます。またつまらなくないものを買ってしまった。目パチクリ。来てる荒薬師の公園なんだけどさ、もう桜のシーズンかい。鎌倉向かいます。はい、鎌倉着いて、いつもすることはレッドだし、幼稚園ぐらいかな。でこれどうするかっていうと、ろうそくを大きいろうそくでつけて、これぐらいついてはいいの。ここにセットアップ、セットアップしました。ある意味、ある意味これ吹ける。神秘になってる。ちょっとおいしいのかね。そうだった。おからすか、でかい滝。なぜ海に出たかって、気分だから。目を離した隙にチャリンコ倒れちゃった。やっぱり人多いね。わあ、コンピちゃんじゃん。これゲット。これ怪しい。こんにちは。店長さんの。ここの品数はね、素晴らしい。これいいじゃん。レモンケーキ美味しかった。あのおもちゃ屋さんで買い物してる最中にこっち来ちゃった。なんでかっていうと、お手洗い行きたくなっちゃって、お手洗い入るついでにコーヒーとケーキ頼んじゃった。のんびりしちゃった。3点ぐらいあの買い物したの着っぱなしで、ごめんでもいいじゃん。じゃあ取りに行って、取りに行って借りたいと思います。でかっ。ずっと通ってたモンスナックが紀伊国屋に戻ってきた。うわ、嬉しいね。スタミナだよ。いつもポートなんだよ。ガッジュース、いただきます。